ニック・セイバンは、ウェストバージニア州フェアモント出身のアメリカンフットボールコーチ。現在は、カレッジフットボールのアラバマ大学クリムゾンタイドのヘッドコーチを務めている。オハイオ州にある、ケント州立大学を卒業後、ケント州立大学、シラキューズ大学、ウェストバージニア大学、オハイオ州立大学、海軍兵学校、ミシガン州立大学でのアシスタントコーチ、 NFL のヒューストン・オイラーズでディフェンスバックコーチを務めた後、1990年にトレード大学のヘッドコーチとなった。1991年から1994年まではクリーブランド・ブラウンズでビルベリチックの下、ディフェンスコーディネーターを務め、1995年から1999年はミシガン州立大学のヘッドコーチ、2000年から2004年は ルイジアーナ州立大学のヘッドコーチを務め、2005年から2006年までの2シーズン NFL のマイアミドルフィンズのヘッドコーチを務めた。2007年にカレッジフットボールのヘッドコーチとしては、当時最高額となる8年間で総額3200万ドルの契約をアラバマ大学と結びクリムゾンタイドのヘッドコーチに就任した。2009年レギュラーシーズン終了までの カレッジフットボールでの通算成績は120勝50敗1分。2001年、2003年には、シュガーボールを制し、2003年のルイジアナ州立、大学、2009年 &2011 年のアラバマ大学と3度の全米チャンピオンを獲得している。ホーブスの2008年9月1日号では最もパワフルなスポーツコーチとして取り上げられた。同じく、カレッジフットボール、 NFL のヘッドコーチを務めたルーセイバントは遠い親戚にあたる。ありがとうございます。